続きまして試乗するのはこちらヤマハの MT-07 ですね。この MT-07 はね、もともと僕がね、結構購入候補、最終段階でもね、ずっと候補に残ってたバイクなんですけども、まあこちらね、年式が違いますけども、その当時とは、まあ、メーターこんな感じですね。デジタルで非常に見やすいですね、印象としては。でこれあのキルスイッチとね、スターター同じ一体型のやつですね。あ、すごい、スコーンって言いましたね。あ、もうやっぱね、今回の試乗で初の大型バイクですね。今ね、忍者400に乗ったんですけども、本当はね、次 CBR650R に乗る予定だったんですけども、ちょっと他の方がレンタル出てるということでね、順番ちょっと排気量順ではなくなりましたけども、こちら MT-07 すごい、やはりね大型のこの出だしの力強さを今すごく感じましたね。さあこちらの MT-07 なんですけども、2021年式ということなんで、このカラーですね。マイナーチェンジって書いてますね。最低地上高 140mm なんですね。シート高が 805mm、 そして車両重量の方が 184kg、 燃費の方が WMTC モード時で 24.6kg、 60kg 走行時で 40.0kg とね、大型バイクにしてはかなり燃費はいいですね。エンジンの方は水冷の DOHC4 ストローク並列2気筒、最高出力の方が8750回転で73馬力、最大トルクの方が6500回転で67ニュートンメーターということですね。意外と低回転域という印象でしょうか。燃料タンクの方が13リッターでレギュラーガソリンとなっております。ブレーキの方はね、フロントはダブルディスクですね。でリアの方はシングルのディスクで、タイヤはね、フロントリア前後17インチですね。そしてフロントの幅が 120mm、 そしてリアの幅が 180mm ですね。まあ一般的なね、大型バイクのサイズなんで、いろんなタイヤ履けるんじゃないでしょうかね。さあ、なんか見た感じね、このシート幅がすごく厚く感じますけども、でもこっちの座るところはキュッと絞られてるんで、どうでしょうか。 805mm ということですけども、意外と足つきはよく感じますね。さあそれでは早速いってみます。あ、このね、一足に入れた時のね、このガチャンっていうのがね、もういかにも大型バイクっていう感じでいいですね。そしてやはり走り出し力強い、すごくね、フロント周りの軽さを感じます。めちゃめちゃ軽く感じる。まああのストファイタイプということで、フロントカウルがねないんで、うわうわ、あのちょっとアクセルを入れた時のね、力強さはすごいですね。うわー速い、うわー速い。結構ね、今印象としてはギアチェンジするときにガチャンガチャンってね、スコンスコンって気持ちいい音がしますね。まあやっぱり大型バイクはこの出だしのトルク感が全然違いますね。ずっとね、排気量順で試乗してまして、 250cc クラスをね、まず全部乗って10台ぐらい乗ったのかな。その後 400cc 何台か乗ってからの今こちら MT-07 なんですけど、いやーこの差は歴然ですね。やはり今で8000回転ぐらい、8750が最高出力でしたよね確か。あ、ここは砂利道なんで、すごくねフロント周りは軽いなっていう印象を受けますね。なんか重心がお尻のあたりにあるといった、ちょうど中心にね、なんかこう重心を感じるといった感じですね。マスの集中化ってやつでしょうか。うわやばい、すごい加速力。軽いからでしょうかね、なおのこと凄まじい破壊力を感じますね。うわすごい、いやすごい速い。なんかちょっとポジショニング的にコーナーでね、オフロードバイクのようにね、前に足を出したくなるような、そんな感覚も覚えますけども、まあ決して僕はあのオフロードバイクでそんな乗ったことないんですけど、なんか印象というかイメージ的にね、そういうこともできちゃいそうなね、まあ、09よりは素直な足の位置というか、ライディングポジションという感じでしょうか。09はね、ちょっと特徴的な感じで、ステップの位置がね、なんかこう独特な感じになるんでね、乗車姿勢が。
あ、これウィンカーこの位置にあるんですね。この辺にあるのかと思ったら一番下、これ点灯を仮にした時にウィンカー一番先に行っちゃわないもんなんでしょうかね。うわーすごい、もう低速からのこのアクセルをガバッと上げた時のトルク感が半端ないですね。僕普段自分のバイクはスズキの GSR750 っていうバイクに乗ってるんですけど、4気筒だからかここまでのね加速感感じないですけどもね、この低速域で出だしといいますかコーナーの立ち上がりなんかでもね。さあ今で9000回転まで行きましたね。あれこれ8750回転でしたっけ、最高出力ほぼほぼそんな感じですよね。ただあレッドゾーンも一応表示されてますね。レッドゾーン何回転からでしょうか、ちょっと見えにくいの。あ、1万回転からですね。1万回転からレッドゾーンのようです。そしてこの07レギュラーガソリンっていうのがまたねいいですね。いやこのねスコンスコンっていう音入ってますかね、この GoPro にすごい気持ちいい音がしますね。最大トルクは6000回転ということで、まあ、6000回転はねすぐに超えるんで、やはり常にね最大トルク近いような力強さで走れるといった感じなんで、ほら今で、あ、もう6000、7000ですね。いやもうめちゃめちゃ速いというそんな印象を受けております。まあでもこのストリートファイターと言われるタイプ、ネイキッドと言いますかカウルがないんでね、やはりあまり速度を出した時にはね風の影響もろに受けるんで、高速道路での走行はやはりカウル付きのバイクの方がねゆったりと走れるかなっていうのはありますけど、まあ、07でもねこのスクリーンなんかあるんでしょうかね、この今のやつはショートスクリーンというか少しでもねあると違うんですけどもね、随分個人的にはねスマホなんか置くとこう雨の日なんかはねちょっとでもあったら走行中雨がかからないんで、僕は GSR にはねスクリーンつけてるんですけども、非常に軽やか、まあ、車重もね軽いんでもちろんなんですけども、あ09ですね、まあ、09とね僕07最初大型免許取ってすぐの時購入候補に上がってたんですけども、まあ、やはり一番大きいのはエンジンが2気筒なのか3気筒なのかという違いで、エンジンの音が全然違うんですよね、やはり、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、3気筒のエンジンになるとね09の方はどちらかというと4気筒のねエンジンに近い音といいますか、個人的にはね、まあ、最終的に僕はね GSR750 という4気筒のバイクを選択して購入したんですけど、もう随分前の話ですけどもね、ただやはりね僕の4気筒のバイクと比べるとね、正直街中とかではこっちの07の2気筒の方が楽しいかもしれません。軽いし、この立ち上がりとかこうアクセルを開けた時のね加速感っていうのは明らかにこっちの方が速く感じますね。ドンっていうね最初のこのドンっていう加速がね、やはり僕の乗ってる GSR は4気筒なんで、ある程度回転数高回転に入ってきた時にねプオーンってね気持ちいい音がしてね、北海道なんか走ってるとねそういう場面もね多々あるんですけども、なかなか普通に走ってるとねそういう場面ないですから、楽しいのはこっちの方が楽しいですね。正直乗っててね、ハンドル幅は若干広めのような印象を受けますかね。まあこんなもんか。まあこの07を購入検討されている方はちょうどね数年前の僕がそうだったんで、だいたい同じだとは思うんですけども、候補に上がってくるのはやはりこのミドルクラスのバイクということで、僕なんかは他にもねあとスズキの SV650 とか、まあ、GSR750 も最終的に自分が決めたバイクなんですけども、まあ、今で言うと GSX-S750 今日この後にねまた試乗するんですけども、あとはやはり09と比較しますかね。やはり07と09迷う方多いんじゃないでしょうか。デザイン的にもね今はどうなのかな、あんまりデザイン的にあれか、僕がね
購入検討していた2018年ぐらいの時はね、結構ヘッドライトが僕は09の方が好みだったんで、最終的に07の候補から09に移って、そこから GSR750 っていう全然違う方向に行っちゃったんですけども、どうしてもやっぱりエンジン音がね、3気筒の方がいいっていう、あのエンジン音が好きな人、まあ、4気筒サウンドが好きな人は多分09のあの3気筒の音の方がね好みだとは思うんですけども、こういう2気筒のバイクのね、ドルンドルンっていうバイクよりもヒュンヒュンといったね、ボンボンというそういう感じの4気筒サウンドの方がね、まあ、僕は個人的には好みだったんですけど、ただね4気筒はやはり高回転域に入ってからでないとね、なかなかそのポテンシャルを発揮できないということもあって、運転してて楽しい、街中こういうね日本の道路のよくあるこういう山道を走ってて楽しいのは4気筒のバイクよりこっちかなっていう気はしますけどもね、純粋に楽しさを求めるならこっちかなっていう、まあ、正直僕ね GSR750 を買ってね、数年経ってからね、2、3年経ってね、ちょっと後悔も若干芽生えた時もあったんですよね。07にしとけよかったかな、09にしとけよかったかなっていう、まあちらっと思った程度でね、今はすごく気に入って乗ってるんですけども、まあ、それはねモトブログ的なね意味合いで GSR750 で検索する人がほぼいないっていう、弾数も少ないっていう意味でね、そういう意味でちょっと後悔しただけなんで、マシンの性能とかそういう面ではねすごく気に入ってたんですけども、まあやはり07、日本国内だけじゃなくてね、海外でもね売れてるバイクなんで、09もそうですけど、いろいろアフターパーツなんかもねたくさんあったりして、さあちょっとここで一旦電池入れ替えます。いい音しますねやっぱ。あ、結構これ、あ、ハンドルをね目いっぱい切るとね、これ分かりますかね、もう結構ギリギリでね当たるんじゃないかっていうぐらいな、ちょっとタンクの形状、これこの辺樹脂かな、あれはつかないんですけどね、鉄のタンクパッドは磁石のやつはつかないはずなんですけどもね、この辺結構こう指を置いてたら親指当たって挟まっちゃいますね、これね、フルロックにすると。さあこれでいつものフルロックよちよち U ターンをしてみると、あ、なかなかの小回り効きますけれども、まあもう大型バイクなんで、もちろんのことながら上りでねパワー不足なんてことはないですけども、絶対に。ああ、でもやはりさすがに足元熱を感じますね、大型バイクということで。今ライディングブーツを履いてるんですけども、そのブーツのあたりがむわっとあったかく熱を感じてます。しかし相変わらずギアチェンジの時にはスコンスコンとねいい音が鳴って、気持ちよくねギアチェンジできますね。しかしフロントね、軽さを感じるといってもコーナリングでも不安定感っていうのはないですね。あの Z250 に乗った時なんかはすごく軽さは感じても、コーナーのね最中にブルブルとねちょっと不安定なところあったんですけども、さすがに大型バイク非常に安定感ありますね。あの3速で走っててもすごくね、立ち上がりでも力強く加速してくれますね。本当は2速ぐらいで走ってもいいような感じなんですけど、ちょっと2で行ってみましょうか。1つ上のね3速で走ってても全然ね立ち上がり力強く加速してくれましたね。本来なら2速からのぐっと加速していきたいような感じだったんですけど、ずっと3速一定で行ってみましたけども、ヤマハの MT-07 すごくね安定した感じというか好印象ですね。やはり
非常に力強くて軽くてなんかアクロバティックな運転までできちゃいそうなね、そんなイメージまでね湧いてくるような、なんか簡単にウィリーでもできそうな気がしますけどね、まあ僕はできませんけどもね、でもできちゃいそうな気がする、そんな気にさせてくれるバイクですね。軽くて力がすごいあって、それでいてレギュラーガソリンでね燃費も良くてっていうことなんで、いや07は本当ね、大型バイク乗って、あ、免許を取ってね、初めての大型バイクにするにはねすごくいいと思いますね。車重も軽いんでね、女性の方なんかでも全然扱いやすいというか、いいんじゃないでしょうかね。レギュラーガソリンでね燃費も良くてお財布にも優しくて、まあこの車格から言ってもね中型のような大きさの、あと軽さですけどもね、もう中身のエンジンが本当のすごい馬力とトルクとあるね大型エンジンなんで、まあもちろん上を言えばね、もっとその排気量も大きくてトルクも馬力もっていうバイクはたくさんありますけども、そうなってくるとやっぱり車重も重たくなってくるんでね、これぐらいの気軽に乗れる感じじゃなくなってくるんですよね。これ本当に 250cc クラスとねそんなに変わらないぐらいのね気軽に乗れる軽さというかね、大型初めて乗る方とか女性の方にはぜひおすすめしたいバイクですね。まあそれ以外でもねやはり軽さは正義と言いますか、僕なんかでも今でも欲しくなっちゃうようなバイクですからね、やはり非常に好印象でしたね。まあもともと僕のね購入候補に上がってたバイクなんでね、いいバイクっていうのは分かってたんですけども、改めて乗ってみてもやはりいいバイクでしたね。